父母、太郎夫婦、この恐ろしかりつることを聞きて、いよいよ、うが過ちならぬを憐れみ、かつは、もののけの収慶を恐れける。かくて、やむを似てあらするにこそ、妻迎えさせん、とて、はかりける。芝の里に 芝の庄司なるものあり娘一人もてり氏を大内のうねめに参らせてありしがこの度いとま申したまわりこの用を婿金にとて仲立ちをもて大家がもとへ言いいる,るよきことなりてやがてちなみをなしけるかくて 都へも向かいの人をのぼせしかばこのうねめとみこなるもの喜びて帰りくる年頃の大宮使えに慣れこしかばよろずのふるまいよりして形なども花屋にまさりけり豊をここに迎えられてみるにこのとみこが形意とよく よろず心にに、たらいぬるにかのおろちがけそうせしこともおろおろ思いいいずるなるべしはじめの夜はことなければかかず二日の夜よきほどのえいごこちにて年頃のうちずみに田舎の人は はたうるさくまさんかのわ渡りにては何のいし最小の君など言うにそいぶしたまうらん今さらにくくこそおぼゆれなどたわむるるにみこ、やがて表をあげて 古きちぎりを忘れたまいて、かく異なることなき人をときめかしたまうこそ、こなたよりましてにくくあれ。というは、形こそ変われ、まさしく、まなごが声なり、聞くにあさましゅう、身の毛も立ちて恐ろしく、 ただあきれまどうを、女うちへみて。我が君、なあやしみたまいそ。海に近い、山に近いしことを、早く忘れたまうとも。去るべきえにしのあれば、またも愛見立てまつるものを。あだし人の言うことを、 まことしくおぼしてあながちに遠ざけたまわんには恨み報いなん。きじのやまやまさばかり高くとも、きみが血をもて峰より谷に注ぎくださん。あたら御身をいたずらになしはてたまいそ。というに。 ただわななきにわななかれて今やとらるべき心地にしにいりける屏風の後ろより「わが君いかにむつかりたまうこうめでたき御ちぎりなるわ」とていずるはまろやなり見るにまた きもを飛ばし、まなこを閉じてうつぶきにふす。なごめつ、おどしつ、かわるがわるものうちいえど、ただ死に入りたるようにてよ明けぬ。かくてねやを逃れいでて、庄司に向かい、 高校の恐ろしきことあなりこれいかにして酒なんよくはかりたまえ」というも後ろにやきくらんと声をささやかにして語る庄司も妻も表を青くして嘆きまどいこうはいかにすべき ここに都の鞍馬寺の僧の年々熊野に申ずるが昨日よりこの無カツの寺に宿りたりいとも厳なる奉仕にておよそみ物の毛稲虫などをもよく祈るよしにてこの里の人は尊みあえりこの奉仕迎えてん とて慌ただしく呼びつげるにややしてきたりぬしかじかのよしを語ればこの胞子鼻を高くして「これらのまじものらを取らんは何の堅きことにもあらじ必ず静まりおわせ」と安げに言うに人々 落ち犬。奉仕、まず、竜王を求めて、薬の水を調じ、子ガメにたたえて、かの根屋に向かう。人々、おじかくるるを、奉仕、あざみ笑いて。老いたるもわらわも、必ずそこにおわせ。このおろち、ただいま取りて、店立てまつらん。 って進みゆく寝屋野とあくるをおそしとかのおろち頭を差し出して奉仕に向かうこの頭何ばかりのものぞこの戸口に満ち満ちて雪を積みたるよりも白くキラキラしくこは鏡のごとく角は枯れ木のごと 見たけあまりの口を開き、くれないの舌を吐いて、ただひとのみに飲むらん勢いをなす。アナヤと叫びて、手に据えしこがめをもそこに打ち捨てて、立つ足もなく、こいまろび、はい倒れて、かろうじて逃れ来たり、人々に向かい、 恐ろし、たたります御神にてましますものを、など胞しらが祈り立てまつらん。この手足なくば、はた命失いてん。と悠々耐え入りぬ。人々助けをこすれど、すべて表も肌へも、黒く赤く染めなしたるがごとに、 熱きこと、焚き火に手さすらんにひとし、悪しき息に当たりたると見えて、後はただ、目の身働きて、物言いたげなれど、声さえなさでぞある。水注ぎなどすれど、ついに死にける。これを見る人、いよいよ魂も身に沿わぬ思いして、泣き惑う。 少し心を収めて各んなる胞子だも祈り得ずしゅうねく我をまとう者から雨土の間にあらん限りは探し得られなんおのが命一つに人々を苦しむるは豆ならず今は人をも語らわじ安くおぼせ とてねやにゆくを。しょうじの人とこうはものに狂いたまうか。といえど。さらにきかずがおに。かしこにゆく。と静かにあくれば。ものの騒がしき音もなくて。この二人ぞ向かい,いたる。とみこ。 土曜にむかいて君何のあたに我を捕らえんとて人を語らいたまうこの後もあたをもて報いたまわば君が御身のみにあらじこの里の人々をもすべて苦しきめ見せなんひたすら 我が三竿をうれしとおぼしてあだあだしきみ心をなあおぼしそ」と意とけそうじて言うぞうたてかりき。とよういうは世のことわざにも聞こゆることあり。 人必ず虎を害する心なけれども虎帰りて人を破る心ありとや何時人ならぬ心より我をまとうて幾度かからき目を見するさえあるにかりそめごとをだにもこの恐ろしき報いをなん言うは意とむくつけなりされど われを慕う心は、はた、世人にも変わらざれば、ここにありて、人々の嘆きたまわんがいたわし、この富子が命一つ助けよかし、さて、われをいずくにも連れ行け。といえば、いとうれしげにうなずきよる。 また立ち入れて庄司に向かい。こうあさましきもののそいてあれば、ここにありて人々を苦しめ立てまつらんは、意と心なきことなり。ただいまいとまたまわらば、乙女の命もつつがなくおあすべし。というを、 さらに受けず「我弓の元末をも知りながら書く言い,がいなからんは大家の人々のおぼす心も恥ずかしなおはかりなん小松原の道成寺に崩壊御所とて尊き祈りのしおわす」。 今はおいて、室の戸にもいでずと聞けど、我がためには、いかにもいかにも捨てたまわし。とって、馬にて、急ぎいでたちぬ。道はるかなれば、夜中ばかりに寺に至る。老後面綿蔵をいざりいでて、 この物語を聞きて「そうはあさましくおぼすべし」「今はおいくちてげんあるべくもおぼえはべらねど」「君が家の災いをもだしてやあらん」「まずおわせ」「奉仕もやがてもうでなん」とて けしのかにしみたるけさ取り入れて、しょうじに与え。彼を安すくすかしよせて、これをもてかしらに打ちかづけ、力をいだして押し伏せたまえ。たよわくあらば、おそらくは逃げさらん。よく念じて、よくなしたまえ。 とまめやかに押しう、少子喜ぼいつつ馬を飛ばして帰りぬ。土用を密かに招きて、このことよくしてよ。とて気さを与う。土用これを懐に隠して。 ねやにいき「庄司今はいとま旅ぬいざたまえいでたちなん」という「いとうれしげにてあるを」をこのけさ取り入れて早くうちかづけ力を極めて押し伏せぬれば な、苦しい何時何時とてかく情けなきぞしばしここ許せよかし」。といえどなお力に任せて押し伏せぬ崩壊予兆の腰やがて入りきたる少子の人々に助けられてここに至りたまい。 口のうちつぶつぶと念じたまいつつ、用を退けて、かのけさとりてみたまえば、とみこはうつつなく伏したるうえに、白きおろちの御岳余りなるわだかまりて、動きだもせずてぞある。老後匠、これをとらえて、とていがささげたる 鉄鉢に入れたまう。なお念じたまえば、屏風の後ろより、竹ばかりの小蛇灰いずるを、これをもとりて鉢に入れたまえ、かのけさをもてよく封じたまえ、そがままに腰に乗らせたまえば、人々手を合わせ、涙を流して、 敬い奉る寺に帰りたまいて胴の前を深く掘らせて蜂のままに埋めさせ永合が間世に出ることを戒めたまう今なおおろちがつかありとかや庄司が娘は ついに病にそみてむなしくなりぬ。豊は命つつがなしとなん語り伝えける。